にちは、片岡信恵です。心のこと、体のこと、生き方のことなどお話ししています。よろしくお願いします。今日はですね、ノート術から習慣を生むというお話をさせていただきます。このチャンネルでもたくさんのノート術や書き出しワークを紹介させていただいてます。でその中でもね、お気に召したものがあったら取り組まれている方もいらっしゃるかと思います。でね、ノート術っていうものは書き出すだけでも十分頭の中はすっきりするし、気持ちが整理できるので十分それで効果が得られるんですけれども、さらにもう一歩生かしていけるといいかなと思うんですね。そもそもなぜノート術に取り組むかっていうと、何かしら今の現状に変化を与えたい、新しい自分になりたいという思いがあって、取り組まれていることだと思います。せっかくね、書き出すということができたのですから、もう案外こう書くっていうのは時間もかかるし労力も使うので、やりきった感っていうか書いたっていう満足感はすごく大きいんですが、そこで満足せずにもう一歩踏み込んで、新しい習慣につながる考え方も一緒に取り組まれていくと、より進行していくと思います。で私自身もここの1ヶ月ですね、バレットジャーナルに取り組み始めたこともあって、いろいろと新しく取り入れてみた習慣があります。なのでね、そのうち、今日は2つご紹介しますので、まあ、よかったらね、こういう使い方でノート術って活かしていくんだなっていうご参考にしていただければと思います。まず1つ目ですね、バレットジャーナルっていうので、毎日の生活をタスクで管理するということを始めました。トゥードゥーリストですね、これをしっかりつけるという習慣をつけてきた中で、どうしても取り組めない後送りにしちゃうというものがね、いくつか目についてきて、そこについては、穴吉手帳っていう方法の中で見つけたヒントを生かして、タスクをね、細かく分解して小さな項目に分けて取り組んでいくということを始めています。でその中で私はね、どうしても掃除をするのが苦手なので、掃除を後送りにしてしまうから、それをね、5分ごとの掃除習慣に変えて、1日5分だけ、たった5分だけね、隙間時間でできるので掃除していこうというふうに、分解しました。で、毎日ね、タスクとして5分でできる掃除っていうのをまず一覧に書いて、その中からできることを、1日1個ずつ取り組んでるんですけれども、最初は、5分間タイマーをかけていたんですよね。タイマーかけて5分経ったらもうストップっていうふうに自分でもう点を決めて、ゴールを決めてやっていたんですが、なんか面白くないんですよね。面白くないし、タイマーの場合急に終わっちゃうので、何かの作業の途中でハッと終わってしまってびっくりするということもあったんです。でなんとかならないかなということで、ちょっとこうネットで検索してみて、5分ぴったりで終わる曲というのを探したんです。そうするとね、結構ね、ネット上にはそういうまとめてくださってるサイトがあるんですよね。5分に限らず4分3分っていろいろあって、もうぴったりの曲っていうのが見つかったんです。でその中で、私は一つ T スクエアというフュージョンのバンドの、宝島っていう曲があるんですけど、これを私のお掃除ソングに取り入れることに決めました。5分ぴったりなんですね。別にぴったりじゃなくても5分前後でいいんですけども、なんか気持ちいいからこれがいいし、ですごく昔から好きな曲だったので、でとてもノリがいい、いい音楽ですから、やってて楽しくなってきてね、だから5分掃除しようと思ったら、まず宝島を流しながら5分間掃除をすると、そうするとタイマーみたいに急に終わるんじゃなくて、その曲を知ってるので、あ、そろそろ終わりだなっていう目安もつくのでね、中途半端な掃除で終わることもなくなったんですよ。力加減ができるようになって。そして何でしょうね、小学校の時とか学校でこうお掃除の時間のテーマソングとかなかったですか？給食時間の音楽とか下校の音楽とかね、そんな感じでこの音楽が鳴ったら掃除だっていうスイッチが入るようなね、習慣がね、体にちょっと今染み付きつつあります。逆パブロフの犬的な感じで、自分にすり込んでいってる感じで、
5分の掃除でハードルをだいぶ下げたんですが、さらにそこに音楽の要素を足してもっとハードルを下げて取り組めているということです。音楽取り入れるのなかなかいいので、ぜひ試してみてください。でもう一個、二つ目の、習慣として取り組んでるのが、一日の終わりにその日起こったいいことを箇条書きにしてから寝ましょうという習慣ですね。こういうのって、今までもいいということで聞いてて知ってたんですが、取り組んだことはなかったんですよ。なぜなら面倒だからで、きっと忘れるだろうなと思ったから書かなかったんですけれども、でなぜやり始めたかというと、これがマンダラチャートがきっかけだったんですね。でマンダラチャートで自分のありたい姿というのをこんな感じで一覧化したんですね。でこの先、どん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 分解していったんですが、その中で経済という部分、より豊かにありたい自分というものを分解した先に、循環するとか、喜んで与える、喜んで受け取るという言葉がね、自分の中からいっぱい出てきたんですよ。でこの言葉が出てきた時にハッとして、1日あったらね、その日に、たくさんのものを与えることもできてるだろうし、受け取ることもできてるだろうなと、これをなんとなく感じてるんじゃなくて書き出してメモっていったら、より自分の中での豊かな気分っていうのは高まるなっていうことを感じたんです。なので、寝る前に今日自分が与えたもの、そして今日自分が受け取ったものというのを、それぞれ5つずつですね、5個ずつ書き込んで、それから寝ようという習慣を取り入れることができました。でなぜマンダラチャートをやってその習慣ができたかっていうと、自分の中で納得ができたからなんですよね。より細かい分解ということをして、自分の気持ちの中で、このメモを書くことでよりこれが現実化するなということが納得できた。だからこそ今までめんどくさいと思ってたことでもやってみようと思えたし、実際に書くことができるようになっているので、自分の納得感を高めるという意味でのマンダラチャートの分解の仕方っていうのは、すごく行動につながりやすいなと実感しました。で行動を起こさないとやはり未来って変わらない部分ありますので、自分を変えたくてとか、より新しいステージに行きたくて始めているノート術であるならば、やはり書くだけで満足せずに動ける方がいいので、こういうね、自分の行動に落とし込んで、じゃあ今すぐ何ができるのかというところまで落とし込めるノート術というのは、非常に役に立つなと思っています。こんな感じで私はね、今、2つご紹介しましたけれども、新しい習慣に取り込めるようなまとめ方、そして行動の仕方っていうのを選んでいて、実際やっていて自分自身がワクワクするので、このワクワクできるきっかけが増えるという意味で、とてもノート術の先っていうのは大切にしていきたいと思います。ただ書くだけじゃなくて、行動できる、ワクワクできるという習慣を取り入れられるようにもう一歩踏み込んでみてください。はい、ということで今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたらチャンネル登録、高評価ボタンの方お願いします。またコメント欄にご意見、ご感想、ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。